長様、やっといらっしゃいましたね。お会いしたかったです。待ちくたびれたんじゃないかですか。落ち着かなきゃ。せっかく会えたんじゃない。ゲーム、一番優しいものを選んで覚えていらっしゃいますか。ですよね。時間は、さあ、それではゲーム、ご説明はお任せあれ。あら、あの人見た。ま、傭兵にしちゃいい顔してるじゃない。傭兵です。まだひよっこです。猫探し、配達、警護、どん。あらあら、そういえばこの間イヤリングをなくしたのよ。団長様、私たちがなぜここを訪れ。そのためにまずはなく。おっと、隊長。さて、美しいレディ。ふざけないで。一体何時代から来。どうしてよ。それはもちろん。はあ、俺の顔が何だってんだよ。怒らないでください。それにそんなうぬぼれてるところも団長とは。お前ビビリの癖して、言いたいことはズバッ。それこそがリディアを仲間にした理由さ。さあ、エリーンがまた怒る前に出発し。いい仲間との出会いを期待するとし。仲間を集めようとして、いい判断ね。この酒場には全大陸の傭兵が訪れるから。間違いはなかったようだな。ロクサンナさんですよね。有名な情報商人だと伺っています。あら、私のことを知っているだなんて。当然だ。エリンは俺。団長さん、でもあなたたちは神聖傭兵団よね。果たしてそ。これから共に過ごす仲間なら目を合わせただけだよ。実力なら自信がある。その自信満々な姿勢、実のところ傭兵みたいな危険な仕事はやめて私の元で働かな。いいわ。じゃあ一つ依頼を頼むとしましょう。泥棒ですか。危険ではないわ。怪我人もいないし。ただのコソ泥じゃない。依頼を解決すれば。機会をくれてありが。さてと、まず泥棒の目。ははThank you.
そうね。商店街に現れる泥棒について聞きたいんだが。なんだお前は。イライラさせ。傭兵だ。泥棒を捕まえに来た。傭兵？この程度のことで傭兵を雇うつもりはないぞ。ここは忘れ。おい隊長、男同士の会。おいおっさん、俺たちは泥棒を使う。お前と他、それなら絶対にダメだ。分かったか。そこで突っ立ってる。簡単にはいきませんね。ごめんなさい。私がもう少し頼もしい顔。厳しいなおっさん。そんな厳しいことばっか言って。ハゲちまうってことだよ。あの、母さん。なんだって？俺は間違…そうじゃなくて、あの人…お前は絶対一丁…傭兵だろうが何だろうが、今すぐここで…お、なんだ？母さんが何かするといつもこうなり…カツラだったのかよ。
サンナが言って俺のカツラ捕まえに。物を落としながら逃げていなかったら、追いかけてこられ頭はあんまり良くなさそうだ。母さんにそう言われるなんて。おい、どういう意味だよ。しょうがないな。そうしないと私雰囲気が変わりました。どうやらただの子供ではな。報酬はもらえ、だが
もっといい。それはお前はちゃんと働けるように一本の矢で二匹の腕。本当？団長様、あの子はつ。エイン、ダメか。あ、いえ、よくロクサンナさんに話してみましょう。さすがエインだ。団長様の。本当にそれでいいのか。団長様の。お兄ちゃん、お姉ちゃんたち。様のお出ましだ。そう、これがあなた合格よ。あなた大丈夫なんです。そんな必要はないわ。うん、盗んだものはいつの。よかった。心配はいらない。了解よ。最近そうだけど、最近ご確かなのは。なんだそれ、もうちょっと詳しい。私の情報はとても。仲間を探している強い傭兵が。情報が足りなさすぎ。それよりもロクサンナが隠したメモの内容が気になるの。泥棒はダメだ。いや、あえてメモを見頼む。理事、心配いらないよ。そうね。私には見えなかった。これ団長様。うーん、たった一人によって。たった。丈夫な一応。もしこれが例、我々が行くべき。肉屋に行ってみないと。そうですね。場所は私が知ってます。さすがエリ。俺たちは行く。you
われてもないものはないんだよ。まさかあの人が例の妖怪。待てよ、この絵の店で。ああ、その店の店員が。おいおい、これってか。ようやくわかった。ロクサンナは俺だ。ああ、多分違う。そこのジャジャマ。おい、ジャジャウマだって。まぬけなく、よーく聞け。なんだぞ、この空気で。簡単だな、簡単。
長が決めた。本当に死ぬぞ。ちょっと待て、あいつが、へえ、
ここまで来たらお前たちにもし、お前たちもしかして七魔星？六魔星なら聞いたことがあるが、七魔星を。そういうこともあるさ、七魔星。私は奴を追いかけ、その七魔星って人は途方もない量の。それは問題じゃない。早く奴を打ち倒さないと。そんな気、そいつさえ捕まえれば。折れた槍も修理して。でもやっぱそれで市場の人たちを。偶然だな。こちらも仲間を探していた君のような人材な。本当によーし。